ツラナガコビトザメスキリオラスアライは、鎧ザメカに属するサメの一種。日本からオーストラリアにかけて生息し、150-2000メートルの範囲で、日周延直移動を行う。最大体長22センチメートルで、同族のオメコビトザメと共に、最小のサメの一つ。体は円筒型で黒、目は小さく、第一背びれに、トゲがあるが、第二背びれにはない。 覆面に発酵器を持つ。餌は遊泳性の小魚や無脊椎動物。無体盤生体性。IUCN は保全状況を軽度懸念としている。最初の捕獲は1958年9月23日、台湾東港沈沖で獲れた18センチメートルのメスだった。台湾の魚類学者、東華ドにより、自身の妻にちなんで種賞味アリーが付けられた。その後、 この名は、正しい語尾、アライに直された。種の有効性を疑う専門家もおり、1977年に、ジェフリー・アラン・サイグル等は、エスアリーを、スキリオラス・ラッテ・コーダスのシノニムとした。1987年、佐々木・邦夫と、上野・テルヤは、形態比較により、このサメを再び独立種とした。西太平洋に散在し、南日本沖合、フィリピン・オーストラリア北部と、 東部から報告がある。陸地に近い海域の表層から、中層、深度150から2000メートルに生息。日周延長移動を行い、昼間は深部、夜間は浅部に移動する。捕獲された最大個体は22センチメートルで、原生のサメの中で最小のものの一つである。体型はハマキ型で、噴嘆はマリー。目は比較的小さく、直径は 糞腸の43から66%。眼下の上縁が山形だが、大ビ人ザメは直線。鼻孔角壁はほとんどない。口はほぼ真横で薄い唇を持つ。上唇に2つの乳頭突起があるが、大ビ人ザメにはない。上顎歯列は20から27。下顎は18から23。上顎歯は細長くて直立。下顎歯はより大きくて幅広く。 後継して鋭い口頭を持ち、全体で一枚の歯となる。五体のエイラ列は小さく同じ形である。ツラナガコビトザメ属は、サメの属として、唯一、第一背びれに、トゲがあり、第二背びれにない。トゲは、オスでは大抵露出するが、メスでは皮膚に覆われる。第一背びれは小さく、胸びれの後端より起死する。第二背びれは長くて低く。 腹気規定前半の上部に位置する。胸びれは短くて丸く、腹気は長くて低い。尻びれはない。小柄は、細くわずかな小柄流域がある。オスは、メスより胴体が短く、小柄が長い。尾ひれは、大きな三角形、ほぼ上下対称で、常用公園には明瞭な結国がある。皮場は平たく、トゲや柄などはない。体色は、暗褐色から黒。ひの縁は、 少し明るい。覆面は発酵器で覆われ、生物発酵する。生活史はほとんど知られていない。餌は主に中層のイカオキアミエビ、または裸イワシのような小魚。覆面の発酵器のカウンターイルミネーションにより、捕食者から自身の影を隠す。他のツノザメのように、無体盤生体制で、出生時は10センチメートル以下、オスは15センチメートル程度で、 生成熟する。稀に漁獲されるが、小さいため経済価値はない。広い分布域を持つため、IUCN は保全状況を軽度懸念としている。飼育記録は少ないが、2006年5月30日に、東海大学海洋科学博物館に運び込まれた複数の個体が、同年6月2日まで飼育された記録がある。ありがとうございます。